こんばんは。今回は新キャラは多分来てないと思うんですけども、エンマの方をね、引き続き狙っていこうかなと思います。今週もね、30枚溜まったんで引いていこうかなと思います。はい、じゃ引いていくんですが、そうだなぁ、今回引きながら話すことといえば、なんか最近ツイッターの方がなんか動きありますよね。なんかその、1日になんか見られるツイートの数がなんか設定されたりとかして、なんか、見れない時間があるとかでなんか21時に更新とかだったかな。だからそこでなんかね、見れる数が更新するんですけど、それまでは見れなかったりするんで、それこそあれだよね、なんか自分ツイッターの方であのね、投稿したら宣伝とかするんですけど、動画のそれの時間とか変えた方がいいのかな。なんか21時に更新されるんだとしたら、例えばその19時投げたとしても21時になってから投稿した方が、まあ見てもらえるところですもんね。なんかそういう工夫もこれから必要かもしれないですね。まあ一時的にらしいから、どっかで治るんだとは思うんですけど、そうですね。21時か。すごい絶妙ですね。まあその日本の時間とはまた違うかね。ずればそれあるんだけど。21時か。まあ、21時って結構YouTube 見てる人も多いから、まあでもベストな時間なのかもしれないですね。ってな感じで、6個目ぐらい ?2、3、4、5、6! ねえ、エクセリア。出ないなぁ。昇格とかも特にないしなぁ。このまま爆死するのは、まずいんだよなぁ。そろそろエンマ出てもいいんじゃないかなぁ。なんか、もうね、次、来週じゃん、2週間後はね、もう貯めたいんですよ、そろそろ。うん。貯めたいんで、多分、2週間後動画は、多分使ってみただけになるんじゃないかな、月曜は。やっぱね、一応1ヶ月経って、多分ね、エンマの、キャラトレでの使ってみたミッションが終わるタイミングなんで、ここで来ないってことは、そうだな、やっぱ周年でキャラ追加なんじゃないかなと思うので、とりあえず周年までに、ガチャ式の方は貯めときたいんですよ。だから、まあ、こっから4週間分貯めて、周年に向かいたいなと思ってます。はい!出ないか。昇格も特になしということで、はい、エンマの方は引けませんでした。まあ、周年のキャラが来なければ引き続きエンマ狙いますが、とりあえず来るかどうかもまだ今のところ未定なので、うん、とりあえず、そうですね。ひとまずはエンマ諦むといった形で行こうかなと思います。で、これだけで終わるのもちょっと早すぎるんで、ちょっと新規予想をしていこうかなと思います。とりあえず事前に編成しておいたので、こちらの方でちょっと予想してるんですけど、聖夜エクセと、あとは初期サテラと、あと初期緑ということで、多分ね、ルチアあたりはメタルと思うんですけど、今ルチアが今一番やばいから、ルチアとかをメタルに来ると思ってるんで、で、そうすると、まあ、天意無効とか出さない限りは、まあ、ジンとかが多分対策になると思うので、そこら辺と予想してるんですが、緑当たった。ただ、ラインズマンミーも一応予想はしてた。ただ、アスラはちょっと予想してなかったな。アスラか。へえ、どんな感じなんですか?ああ、懐かしい。リーダースキルで不要無効とか。あ、パラライズとかなんかありますね。あ、なんかいろいろ無効化したりとか。なんかアスラってあれですよね。アスララ家の、まあ、本人バージョン、キャラバージョンみたいな感じですよね。落雷発生。へえ、入れ版無効とかもあるし。なるほどね。ただ、転移無効とかは特にない。入れ版ってことは、ルチアは意識してないのか。これ何意識なんだろう。なんか、ラインズマンカスミとか、そこら辺の、あ、でもあの人もな、入れ版無効あるしな。なんか、パラライズか。飛ぶキャラ。なんだろう。同期のラインズマンミエとか、そこら辺のメタなんかな。で、緑の王に関しては、まあ、なんか、分身が強かったキャラですよね。本体の効果を一部継承とかあるから、あれかな?アウト無効とかリーダースキルつけたら、それが、まあ、反映されるみたいな感じか。まあ、エンマラケとかも確か、調整前から、なんか反映されてたはずだから、ま、いろいろ乗るようになったっていうことなんですかね。他は、見切り無効、起動表示、血縛り、1パラメ、なんか血縛りとか、なんか、入れ版とかなんか、ラインズマンミューエメタが多い感じですか。なんか、どうなんだろうな、そんな変わったのかな、再調整だから、そんな変わんないか。で、ラインズマンミューエに関しては、なんかエアスマゲットしたりとか、硬直無効とか、解除受け付けないとか、ストーム無効とか、なんかいろいろありますね。ストーム無効と、瞬間移動がルチアメタか転移に関しては、一応瞬間移動あればなんとかなるから、打球が、反射ショットに変化、特殊ショットですもんね、もともと。
転移させるショット、一定確率で打球がオンザラインになる、アウトをしない特ショットを含む今までアウト無効ってできなかったんだけど、へえ、本人性能で入れてきましたか。これどうなんでしょうね、ルチアとか見れるんでしょうか。まあ、グラスコートはそこら辺が気になるところですね、といった感じで、まあ、こんなもんかな。あと喋るとしたらお忘れなくなんですけど、まあ、イベント系は基本的に更新はないし、交換所に関しても、まあ、シーズンメダルがあと2週間手ぐらいで、ここも、これもな、1000枚って全然集まんないからな。なんかルーレットにもありますけど全然当たんないし、当たっても20枚とかだから、これいつゲットできるだろうっていうレベルなんだよな。ビクトリーメダルが、まあ、月またいだんで交換できるようになるとか、アセニソールとかも交換できるようになってる。まあ、そんなもんかな。これも更新されてますね。という感じで。まあ、情熱のルーンに関しては、なんか、いつだったかな、ちょっと前ぐらいになんか追加されてたりしてるんで、ここでまあ、強引に貯めることもできたりはしますが、まあ、こんなとこですかね。はい、じゃあ前回大会の振り返りをして最後に締めようかなと思うんですけど、前回はね、まあ結構試合数自体はしてるかな。215試合もしてるんで、まあいつも200はいかないぐらい、100何十試合ぐらいで終わっちゃうんで、200試合っていうのはまあ多い方ではあるんですけど、でもね、最終日低いになると急になんかモチベが落ちちゃって最近なんか。いや、一応やってはいるんですよ。当然やってはいるんだけど、なんかね、そら3300とかここまで来たら行けよっていう話ではあるんで、なんか鳳凰のオーラでしたっけ、あれが出るから行った方がいいのは確かなんだけど、なんかなー、ちょっとグラスとハード、あ、違うわ、クレーとハードかな、自分が勝てないコードが結構はっきりしてて、まあ一番ちょっと難しいのがハードかな。まあ割とこの編成多いから多分勝てるんだとは思うんですけど、そうですね、やっぱじゃんけんがちゃんとねできないとダメなので、そこら辺が難しかったりとか、グラスに関しては、まあ、基本ルチアでなんとかなるかな。で、ミラーはソフィーでなんとかして、で、初手とか、あとはまあ、ジンとか来た場合は、まあ、シャルとかをぶつけたりとかしましたね。なんか、急速速いかつ、オンザになるんで、なんか、アクアみたいな感じで使うことができるんですよ。プラス、まあ、そうだな、なんか、いろいろ強いものを持ってたりするんで、そうだな、割と、エンマラケシャルとか良かったですね。なんか、他のコートでもシャルが強いらしいですけども、なんか、意外と良かったかな、とは思いました。ただやっぱルチアが強いんで、ルチアが満たれると嬉しいですといった感じで、クレーコートに関しては、なんかミラだけテレシアが結構いい感じですかね。やっぱまあテレシアミラーが多かったので、そのテレシアミラーを、まあその、まあ、なんかすごい有利になるかって言われたら、その展開を遅らせるぐらいなんですけど、相手の展開を。ただ、相手が完成するまでに、こっちが先に完成してれば明らかに有利じゃないですか。なので、そんな感じで、まあゲージ有利を取るために、まあミラだけをつけたりとかしました。あとは、もともと凍結無効をつけてたんですけど、吐き抜き無効をつけて、ミウエ、正月ミウエ対策をしたりしました。なんかミウエやっぱ吐き抜きが面倒でね、一応マールとか入れてはいるんですけど、やっぱり面倒なので、一応ミウエメタは入れてみました。月見とかはまあ便利枠ですかね。一応テレシアもご利用せなくはないし、まあオスとかも対策として、一応採用はしてみました。もともと瞬間移動ラケだったんですけど、今大会だと、硬直無効プラス足速くなるこれの方が強いなぁと思いましたかね。やっぱ硬直無効は偉大なと、やっぱつくづく思いますかね。まあそんな感じですか。まあ、とりあえずグラスコートは変わることを祈っときましょうかね。来週がハードとかでしたっけ？だから、ハードも一応期待はしてるんですけどね。ちょっと、後継者は一応強いけど、リニアが結局、国田さんの側近ってのは変わらなかったので、なんかいいキャラがね、国田さんと、あとエンマ、その二人は抑えた方がいいかな。まあ、ミュウェンも抑えた方がいい。まあ、その三人ぐらいは、抑えた方がいいなぁとは思いますけどね。まあ、とりあえずグラスの方が、まあ、来たわけなので、アスラ、アスラと、緑の王と、あとラインズマンミですか。まあ、この3人が来たということで、まあ、楽しみではありますよね。なるほど、なるほど。筋肉暴走状態とか、なんか、いろいろありますが、このキャラは強いんでしょうかね。なんか3式とかあるけどね。三式、三式って強すぎないか。じゃあワンチャンこのキャラがルチア対策だったりすんのかな。まあ、とりあえずこれからね、使ってみて取ろうと思うので、まあ、これの動画と、順番がどうなってるかわかんないですけど、取ってこようかなと思います。それではここまで。ありがとうございました。お疲れ様です。